フアン・ゴイティ・ソー・ロゲーは、スペイン・バルセロナ出身の小説家。フランコ大制家の1956年に、フランスのパリへ亡命し、1997年からは、モロッコのマラケシュに居住している。代表作として、天国の悲しみ、金領区、サラエボノートなどがある。また、2004年のフランス映画、アワーミュージックに本人役として出演している。 フアンゴイティソーロやホワンゴイティソーロと表記されることもある。ゴイティソーロ家はスペインの植民地キューバで佐藤農園を経営していた家系で祖父の代の1898年に勃発した米西戦争の影響でスペインへ帰還しバルセロナに定住。その裕福な一家の次男として1931年に誕生している。幼くして 父を、そして7歳の時に、イタリアによるバルセロナ市内爆撃で母親のジュリアゲーを亡くす。この空爆による母の死は、コイーティソーロにとって大きな傷を残すとともに、後の執筆活動及び政治活動の原点となった。バルセロナ大学では法学を学び、その後外国へ移住したいという理由から外交官を目指すが、挫折、1953年に、 手の遊戯を発表し、小説家としてデビューした。1955年には戦争を真似て仲間を殺した子供たちを描いた天国の悲しみを発表し、この作品が出世作となった。1956年に兵役を終えた後はフランスのパリへ亡命し、執筆活動を行う。1966年の身元証明、1970年の ドンフリアン伯爵の復権、1975年のネナ氏の不安の三部作は、フランコ政権が作り出したスペインのイメージに文章表現技法を駆使して反発した。パリとモロッコのマラケシュを拠点に世界各地を訪れ、小説のほか数多くの評論やルポルタージュを発表している。古典文学やイスラム文化への造形も深い。 内戦下のサラエボを自ら訪れてその現状を描き、セルビア側の行為とヨーロッパの無関心を批判したルポルタージュ、サラエボーノートは大きな反響を呼んだ。ジャンポール・サルトルやアルベール・カミュラの影響を受けており、彼らの政治参加を思考する意識を継承している作家といえる。戦後におけるスペイン文学の代表者として名を挙げられる人物である。 1993年に複数の文化館の対話、自由と寛容のための戦い、キリスト教世界とイスラム世界の調停者としての役割を果たしていることを理由にネリー・ザックス賞を贈られた。2015年4月には2014年度のセルバンテス賞を受賞した。晩年はモロッコに居住。腰を骨折したことで車椅子での生活を送った。 2017年6月4日、86歳で死去。1956年からフランス出身の出版社、小説家、脚本家であるモニーク・ラングと同棲していた。1996年にラングが死去すると、1997年にパリからモロッコのマラケシュに移住した。兄のホセ・アグスティン・ゴイティソーロは、詩人、学者、随筆家であり、 弟のルイスゴイキソーロも作家である。ありがとうございます。